なんか呪術廻戦って読んでてなんかすごいなるほどなっていつも思うんだけど、わかんない、あの作者さんの意図はわからないけど、あれってなんか仕事の仕方だったり、なんか漫画の作り方だったり、なんかひいては物語の作り方をこうなんか、ね、誰しもこう作家なる人って葛藤するわけでしょ。なんかそれの比喩な気がして、そうやって読んでいくとね、すごい奥深いんだよね。